100円で最高にうまいおにぎりを作る方法、こんにちは、100円娯楽です。最近世界一うまいおにぎりを作る人の動画を見まして、それが土鍋で炊いたご飯を職人さんが丁寧に握るというものでしたが、おにぎり素人とはいえ多少なりとも真似したらいつもよりはうまくなるんじゃないかなということで、本日はプロの技を盗んでおにぎりを握ってみたいと思います。くしくもお米はローソンソア100で1合だけ100円で買えてしまい、値上げしたんだって。じゃあしょうがないので、ラムーでお米に近い灰が押し麦を買ってきて、土鍋は2年前動画で買った土鍋を召喚しようがないので、代わりにこの前動画で買ったチキンラーメンで出汁を取って導入。しょうがねえだろ、お米値上げしちゃったんだから文句言うな。ということで、規制の関係上リアクションは一切取れませんということで、果たして最高にうまいおにぎりは完成できるのか、その結果がこちら。冷った。ボロボロ崩れるタイプなんですね。無理。はい、オッケー、できました。いただきます。あ、意外にうめえわ。めっちゃうまいんだよね。あ、おこげうまっ。なんで成功するんだ。